カオジロガン渡り鳥は、食料、環境、繁殖などの事情に応じて、定期的に長い距離を移動する鳥のこと。昼帰って、一年を通じて、同一の地域やその周辺で繁殖も含めた生活を行う鳥を流鳥という。鳥の渡りの解明は、鳥類学の研究テーマの一つで、鳥を捕獲して、刻印のついた足場をつける。 鳥類標識調査が日本を含め世界各国で行われている。また、大型の鳥では、超小型の発信機をつけ、人工衛星を使って経路を調べることも行われている。移動の際の進路は、3段階ほどの過程を経て、決定されているのではないかと考えられている。第一段階では、ある時間にある方向に向かって飛ぶことを何度か繰り返すことにより、 目的地から数百キロメートルほどのところまで進む。これは太陽や星の配置などを指標にすることにより行われると考えられている。第2段階では地場などが関わる生まれながらにして持つ地図を頼りに目的地まで数キロメートルのところまで進む。この段階では地場だけでなく地形の情報もある程度考慮されるかもしれない。第3段階では地形や 環境の特徴を頼りに最終目的地まで到達する。この段階では非常に細かい地図情報を鳥が持っている場合がある。しかし、生まれながらにして完全な形で持っているというわけではなく、移動の途中で組み込まれていく部分が多いことが研究によりある程度解明されている。ただし、これらの段階についての仕組みはほとんど全くわかっていない。 黒ずる地域をどの範囲まで広げるかによって、同一の鳥でも異なる分け方になる場合があるが、日本を基準とした場合、以下のような分け方となる。中には、極味刺しや、ハシボソミズナギドなど、非常に長い渡りを行う鳥がいる。働き場所や住み場所を転々とする人のことを、苦労人、落ち着かないものという意味を込めて、渡り鳥と呼ぶことがあり、この場合の類似語として、 根なし想がある。省庁や地方自治体の高級官僚が役所を退職した後、天下りで、公社公団、特殊法人、第三セクターなどを渡り歩いて退職金を稼ぐ、こともまた、渡り鳥と呼ばれ、批判の対象となっている。常に多数派につくため政党を渡り歩く、政治家も、政界渡り鳥と呼ばれ、批判の対象となっている。俳句において、渡り鳥、 鳥渡るは秋の季語とされる。冬を日本で過ごすため北方から渡ってくる冬鳥を指す。対して、鳥帰る、長運に帰るガンなどは春の季語となる。春の季語としてはガンブロ、ガンクというのもある。青森県外ヶ浜では浜辺に打ち寄せられた木片を焚いて風呂を立てる風習がある。秋に渡ってくる狩りは、 会場で羽を休めるための木片を加えてくるといい、それを浜辺に落としておき、春に再び同じ木部を加えて帰ると言われ、残った木片は死んだかりのものであるとして、供養のために風呂を立て諸人を入浴させたという。ありがとうございます。